いやー、この店すごいいいとこだね。いや、なんかすごい眺めさ綺麗だしさ、あとすごい落ち着いてるし、あとみんな標準語喋っちゅうよ。すげえ。あ、東京だからか。あ、当たり前か。あ、ごめん、間違いだ。いやー、でもささっきからさ食べてる量さちょっと多いよね。なんかわかんないけどさ、まあいい店だからかもわかんないけど、なんか一人さちゃんと一個でっかいの出てくるんだね。うーん、やっぱ東京すげえと思った今。あ、そうで、今日誕生日だじゃん。おめでとう。だからさ、たくさん食べてさ、たくさん大きくなってくださいね。これから伸びるかもしんないからね。もうちょっとわたわたと食ってまってね。あれ、なんか飲む？次、カセスオレンズ。あ、わたわたわた、あれ、あ、もうずっとビールでいい。飲もう、ずっとビールでいいんだよ。すいません。カセスオレンジ2つと、あとビール2つください。4杯。いや、飲む飲む飲む。だって1人と1人が頼んじゅんだから2杯だべさ。そういうこと？いや、違う違う違う。カシスオレンジ1つと、あとビール1つ、2、1つ、一つです。あれ、あ、だからですか。あ、なんだ。いや、そうだ、多いなと思ったんだけど、ほら、アヒージョとかもさ一つずつ来てるわけよ。そういうこと？アヒージョ一つって二つだと思ってあったってこと？なんか多いなと思ってあって、まあいいんだけどさ、あれ、これ会計2倍いたまっちゅう。まあいいけど、全然食べますけども。あれ、あ、ちょっとすみません、ちょっとまだ帰んないで。ちょっとごめん。耳塞いで。指で、ポテトでもいいけど。あ、ちょっとすみません。電話の時に、ケーキ、この人今日誕生日だからケーキ頼んだんだけど、それももしかして、あれ、ちょっと暗くなったんだけど、あれ、もしかして、2個来た。そう、サプライズサプライズ。そう、今日さ誕生日だじゃん。ちょっと、そう、なんか2個来た。 なんか2個来た。 いや、2つって喋ったんだけど、2個来たな。あれ、あ、ちょっと、あ、ちょっと待って、すいません。僕たちあれです。2人とも同時の誕生日みたいなやつじゃないです。すいません。すいません。もうちょっと、あ、ちょっと、あー、ちょっと、誕生日じゃないけどなんです。ちょっと、誕生日じゃないけどなんです。ちょっと、ちょっと待って、この人だけなんです。ちょっと恥ずかしい。めんどくせえ。まあいいか、食ってもらうか。誕生日じゃないけど、誕生日じゃないけど、誕生日じゃないけどね。やってまたなー。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。わ、こっちさんもあんたの名前入っちゅうな。ね、二人とも同じ名前みたいになっちゅうね。まあ、これはこれでいいよね。趣深いよね。ちょっと、生中人と付き合ってまたからこうなったっていうね、面白い話にしてもらって。一個持ち帰るが。